第191回ポッケチャンネル、どうぞよろしくお願いいたします。今回よりポケ経の14番目安楽行本へと移ります。4つの安楽行とは、菩薩がいかにしてこの経を説くべきかを示した修行方法であり、1真安楽行、2苦安楽行、3異安楽行、4誓願安楽行、この4つが説かれます。これら4つはいずれも上行と下受がありますので、これ以降は分量に応じ全6回に分けて拝読を進めたいと思います。画面に表記をしております通り、全6回に分け上行下受4つの四安楽行を拝読いたします。今回は新安楽行の上行を取り上げます。新安楽行とは、身を安定させ誘惑を避けて静寂なところで修行すること。それでは本文へと入ります。文殊師利菩薩の発言、仏に対して。その時に文殊師利法王子菩薩摩訶薩は仏に言いました。世尊よ、この諸々の菩薩は大変にありがたいのです。仏を敬い従うために衆生を救うという大いなる誓いを立てました。仏法の衰えた後の悪しき世において、この法華経を守り保ち、読み暗唱し説くのであります。世尊よ、菩薩摩訶薩は仏法の衰えた悪しき世において、いかにしてこの経を説いたらよいのでありましょうかと。仏の発言、文殊師利菩薩に対して。仏は文殊師利菩薩に言いました。もし菩薩摩訶薩は仏法が滅びた後の悪しき世において、この経を説きたいと願うのであれば、まさに4つのことを行うべきである。第一に、菩薩の行書と真言書があり、これらを守り、よく衆生のためにこの経をよく説くべきである。文殊師利をいかなることを菩薩摩訶薩の行書というのか。もしも菩薩摩訶薩が侮辱や苦しみに耐え忍び、心は真理や道理に従い、荒々しいところがなく、心は動揺せず、またまた存在するあらゆるものは空であると感じて、しゃべつすることなく、あらゆる事物や現象がそのまま真実の姿であることを感じ、また空を感じても空にこだわらず、ありのままの姿を見ても分別しないことを行う。これを菩薩摩訶薩の行書という。いかなることを菩薩摩訶薩の真言書というのか。菩薩摩訶薩は国王、王子、大臣、役人の長に親しく近づいてはならない。もろもろの仏教以外を信じる者、バラモン教の修学者で最高の教えを志して求める者、ジャイナ教を信じる者など、および世俗の文章や詩などの仏教以外の書籍を作る者、および唯物論や感覚論を主張する者、世情に逆らう教えを立てる者に親しく近づいてはならない。また、もろもろのあらゆる悪いことを戯れる者、
格闘技をする者、および変幻の技を行う者などの種々に変じて現れ遊び楽しむ者には、親しく近づいてはならない。また、カースト以外の者、およびイノシシ、羊、鳥、犬などを飼う者、鳥獣を捕獲する者、魚を捕まえる者など、諸々の悪しき規則を立てる者に親しく近づいてはならない。このような人々がある時に近づいてきたならば、彼らのために教えを説いてもよいが、こちらから望んで近づいてはならない。また、自己の悟りのみを求める男性出家者、女性出家者、男性在家者、女性在家者に親しく近づいてはならない。また、問い尋ねてもならない。もしは部屋の中においても、もしは心身を整えるために一定の場所をゆっくり行き来して歩くところも、あるいは行動の中においても共に同じくいてはならない。彼らが近づいてきた時には相手に応じて教えを説き、こちらが強く願い求めてはならない。文殊師利よ、また菩薩摩訶薩は、まさに女人の身に関する欲想を取り除き、そのために教えを説いてはならない。また、見たいと願ってもならない。もしも他の家に入るのであれば、年の若き女、未婚の女、配偶者のない女たちと共に語ってはならない。またまた、五種類に分類された性的能力に障害のある人に近づき、親密な交際をしてはならない。一人で他人の家に入ってもならない。もしもいずれかの理由があって、一人で他人の家に入らねばならないときには、ただ一心に仏を念じなさい。もしも女人のために教えを説くときは、歯をあらわにして笑ってはならない。心の中を表してはならない。あるいは教えのためであっても親密な交際をしてはならない。それ以外のことは言うまでもない。年少の弟子、舎弥、幼き子を自ら養おうとしてはならない。また、共に死を同じくしようと願ったりしてはならない。常に座禅を好み、静かなところにいて、その心を受け入れることを収集しなさい。文殊師利よ、これを最初の真言書という。また次に菩薩摩訶薩は、すべてのものを感ずるときに、空であり、ありのままの姿であり、正しい理に反することをせず、他によって心を動かされず、退くこともなく、転ずることもなく、虚空のようであって固有の性質がないのである。すべての言葉によって表現できないものであり、生まれたのでもなく、存在したものでもなく、起こることもなく、名もなく、姿もなく、実際には存在しない。計り知れず、果てしなく、妨げがなく、触りもない。ただ、因縁によって存在しているだけであり、正しい理に反することに従い生ずるのである。そのために説く。常に安楽であって、このように一切の存在の現象的な差別の姿を感じなさい。これを菩薩摩訶薩の第二の真言書という、と。以上、
本日は新安楽行の上語を拝読しました。行書とは忍耐強く柔和にし、善に従い乱暴などを行わないという自己の身体における規定のこと。真言書とは心を乱し修行の妨げとなることが示され、親しく近づくべきではないといい、その上で静かなところで座禅をし、すべての教えは平等によるありのままの姿であると感じることと説かれるのであります。次回第193回に予告でございますが、妙法蓮華経安楽行本の第2回目として、今回の続き新安楽行の下旬を取り上げます。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。